スマホの場合は普通のシャットダウンと強制再起動と2種類あります。普通のシャットダウンは電源ボタン長押しをしたり、電源ボタンと音量ボタンを長押しをする、これが普通のシャットダウンですね。でスマホが固まってしまうと、この普通のシャットダウンすらできない、何も動かないという時、まあ、たまにあるかもしれません。その時に強制再起動をさせることもできるんですね。まず iPhone の強制再起動の手順は Apple のページに書いてあります。もしよかったら今動画を一時停止してご覧ください。で一方 Android スマホの場合は機種によって異なるんですが、例えば電源ボタンと音量上げるボタンを8秒長押しをするとか、32秒長押しをするとか、あるいは電源ボタンと音量下げるボタンを7秒長押しをするとか、機種によって異なります。でこれは Google でスマホの機種名プラス強制再起動とキーワードを入れて検索するとやり方が出てきます。